マーのユンが15日、自身の X、旧、ツイッターを更新。世間を騒がせている配達員について語った動画について謝罪した。騒動の発端となったのは14日に投稿した動画内での発言だ。現在妊娠中のユンは家具などを玄関内に運び入れてほしいと配達員に要望したがこれを拒否されたことを告白し、悲しくなった、冷たかったなどと不満をこぼしていた。この動画が公開されると、ファンからは同情の声が上がったものの、SNS などでは、サービスの範囲外、配達員をバカにしてるなどといった指摘が相次ぎ炎上となっていた。これを受けたユンは、先日投稿した動画について様々なお言葉をいただきましたと、賛否両論があったことに触れ、私の軽率な言動、そして朝は、かな考えで配送業の方々をはじめ、動画やニュースを見てくださった皆様を不快な気持ちにさせてしまい申し訳ございませんと謝罪した。さらに、各方面への配慮に欠けておりましたことを猛省しておりますと批判の声を受け止めると、改めて自分自身が置かれている立場や発信者としての責任ある言動に注意し、精進してまいります。本当に申し訳ございませんでしたともう一度謝罪した。